こんにちは、秋キ・イ瀬です。はい、えー、2023年、えー、今シーズン、メジャーリーグのこ、えー、メジャーリーグ、えー、2023年、メジャーリーグ、えー、もう、えー、7月が、えー、終わろうとしておりますが、もう圧倒的に、もう、 今シーズンが終わったとしても大谷さんが間違いなく、えー、MVP、えー、なのですが、えー、直近の2試合では、えー、申告敬遠が、えー、とどのくらいだ 1, ?1 試合に 2, 2つとか3つとか、えーね、最近フォアボールの方がね、最近多くなっておりまして、えー、ちょっと打てるチャンスが少ない。 中、えー、確実に毎日ヒットも一本打っており、えー、非常に頑張っております。はい。そんな中ですね、えー、っとですね、あの、ゴジラこと、えー、ワールドシリーズ日本人初の MVP を獲得した、えー、松井秀樹、えー、松井秀喜氏が、えー、大谷翔平選手について、えー、語っております。えー、それを、 えー、私、嘘いの瀬は、えー、紹介していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。松井秀喜選手が大谷翔平選手を絶賛しているニュースを、えー、今から読み上げます。はい、えー。読み上げるニュースサイトはフルカウントさんの、えー、ニュースを、えー、勝手に読ませていただきます。すいません、フルカウントさん。えー、それではいきます。えー、っと、巨人やヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏が26日、NPO 法人、松井 55、ベースボール、ベースボールファンデーションのか、あ松井50-50ベースボールファンデーションの活動の一環として、米ニューヨークで野球教室を行った、えー。終了後には取材に応じ、エンゼルスの大谷翔平投手のスイングや挙手問題について語った。はい。えー、っと、NPO 保持、松井50-50ベースボールファンデーションの活動。うん、どんな、 活動なのか、えー、野球教室か、ニューヨークで。ああ、まあ、そうですね。できれば日本でやってもらいたいですがね、こういうのもね、はい。アメリカのレベルが上がっちゃうんじゃんね。日本のレベルを上げてもらわないと、松井さん。はい、ということで、えー、この、えー、取材に答えた松井さん。えー、まずは、大谷さんのスイングについて聞かれると、松井さん。うーん、あ ずっと、マイゲーム見ているわけではないので、わからない部分がありますよね、と、前置き。その上で、うん、一言で言えばパワーがある、えー。どの方向にもホームランを打てるというね。細かいスイングの軌道の質までちょっとわからないですけど、と、絶賛していた。はい。えー、さらに、自身と比較されることには、うーん、ん。全然ですよ。 嫌味で言ってるでしょ。と、おどけ。えー、報道陣を、表した。笑わせた,わわせたうん。えー、松石は、えー、日本人最多となるメジャー通算175本塁打を記録しているが、んー、私とは全くレベルが違うパワーヒッターですよ。と回答。現役時代と変わらぬ謙虚さで、大谷の凄さを伝えていた。えー、また、揺れる巨衆問題について聞かれると、 どういう感じですかねあ、ま、ごめん。えー、もう一回ね。また揺れる巨臭問題について聞かれると、うん、あどういう感じですかねえー、見てるし、見てるしかないですね。予想はできないですね。皆さんの方がいろいろと情報を持っているんじゃないですか。教えてくださいよ。と、笑顔を見せた。えー、終始、和やかな雰囲気で現役時代に、 活躍したニューヨークでの野球教室を終えた。はい。はい、あのー、ですね。えー、皆さん、松井秀樹ご存知でしょうかえー、っと、軽く嘘井ノ瀬が紹介させていただきます。えー、っとですね。えー、まず、この松井秀樹が日本で、あの、名前を売ったというか、えー、名前が拡散された時期は、何年前だろう ?20 年前以上か。 えー、松井さんが石川県の清涼高校で、えー、甲子園に出たとき、えー、とですね、相手が明徳義塾という高校だったかな。えー、とね、5打席連続フォアボールというね、えー、松井秀樹選手はね、それを、5打席連続フォアボールを受けて、一躍有名となりました。はい。はい。えー、とそ、その後、えー、と、ジャイアンツで、 ドラフト1位で長島監督が、えー、ドラフト1位指名を引き、えー、その後、FA で、えー、ニューヨークヤンキースに行き、えー、と、ワールドシリーズで出場して、MVP も取りました、えー。そしてですね、えー、松井秀喜選手が、あ、まあもう松井秀喜か。松井秀喜がに、日本で、 最後の年50本打ったので、えー、メジャーリーグでは、えー、一体本塁打を何本打つのか、えー、あの当時、 パワー、日本人のホームランバッターの初めて行ったんじゃないですかね、メジャーリーグに。で、もうみんな、みんなめちゃくちゃ期待していた中、えー、なんと1年目は16本というね、えー、期待をね、めちゃくちゃ裏切るようなね、えー、ちょっと成績になりましたが、そのくらい、えー、日本のレベルとメジャーリーグのレベルが当時違ったということですね。はい。で、そう。そんな中、ちょっと、 ちょっと話も脱線しますが、一郎選手に関しましては、成績は日本とほぼ同じでしたね。はい。えー、ということで、その、だと思いますが、つい秀樹がね、ちょっと待って。ちょっと待って、ね。まあ、このフルカウントのニュースはこれで終わりとして、そしてですね、えー、っと、もう一個、松井秀樹選手が大谷翔平選手を絶賛した、 ま、ニュースというか、えー、記事がありました。それは、あのー、アベマ TV でやってる、あの、トンネルズの石橋隆明さんの、えー、番組で、えー、松井秀樹と対談した時の、えー、番、番組なんですけど、その中で、えー、松井秀樹選手は、えー、っと、あのー、大谷翔平選手のことを、大谷翔平選手のことというか、まあ、えー、侍ジャパンのことを語ったのかな。うん。 で、でね、えー、っとね、いきますよ。この番組内で松井氏は侍ジャパンのレベルに脱帽する一方で、準決勝の中継は見たけど、それ以外の試合は用事があって生中継では見られなくて、と、えー、あ、そもそも見てなかったという松井秀樹は、えー、リアルタイムで見て、見てなかったという、これちょっとダメだな、この記事。うん。えー、っと、決勝は見れなかったんですと、突然の衝撃告白。 あ、そうですね。まあ、そんな中、えー、高木石橋高木さんが、えー、大谷翔平選手について、松井秀選手に、えー、尋ねると、松井、松井選手、松井氏は、えー、我々の野球の常識の枠にとらわれない選手、えー、違う惑星から来たんじゃないかな、わら、と絶賛。はい。あの松井、松井がですよ、本当に別の惑星から来たの、来たのかもしれないと、えー、これは、 褒め言葉、称賛しています。これは。別の惑星。だって、松井はゴジラでしたからね。ゴジラが、ゴジラが惑星から来たんじゃないのかとか言ってるぐらいなので、ちょっともう、なん、なん、なんだ、ちょっと、ちょっと例えが浮かばないけど、うんまあ、すごい例えをしたよな。別の惑星から来たとか、松井っす。松井、秀樹は。えー、ちょっと、 まあ、そ、そんなは、そんなわけではないんだけど、と、ニにもかくにも、僕らの世代ね、今40代、50代の世代、世代つリアルタイムで松井秀樹を見てたの、もうね、すごかったのよ、当時巨人軍で。本当に。もう本当あのね、清原も巨人に在籍したとき、していた時もうすごかったの、ね、m k 法で。 今日はちょっとあれだったけど、もう松井がね、もう全盛期でね、バリバリ打ってた時見てたから、その松井を、が言うんだよ。あの、まあ、大谷は別の惑星から来たんじゃないかっていうぐらい。そのくらい、えー、あの松井が称賛してくれると。えー、ちょっと、話がまとまんないな。えー、っとね。で、ま、あいいや、この話やめよう。えー、っとね、そして、えー、最近、えー、私の師匠、えー、秋、 えー、猪瀬さんが、えー、最近ま大谷さんの活躍により、すごくね、民放のねに、テレビにね、出まくってます。ちょっとこれ見てください。これ。これ、バイキングの西村じゃこれ違うだろはい。ということでね、えー、秋猪瀬さんもね、最近、えー、出まくってます。はい。私の師匠。はい。 そんな中、もう一本、えー、松井秀喜選手のニュースを、あ、松井秀喜選手はね、や、大谷翔平選手のニュース、もう一本、最後に、えー、お届けします。えーとですね、あ、じゃあこれいきますか。もう一個、えー、フルカウントさんからのニュースサイトを読ませていただきます。ニュースサイト読みあ、ニュースを読み上げた後、私の嘘いのせの感想を言わせていただきます。いきます。えー、MLB、ルールを、 儲けるべき、大谷翔平、避けられまくりで、意味、意味、意味なんてよ意味、意味スースーうまくいった。ちょっと漢字が読みません。すいません。えー、とですね、エンゼルスの大谷翔平投手、30日、えー、敵地で行われたブルージェイズ戦の4回と9回に申告敬遠を、勝負を避けられた。えー、一塁が開けば、ほぼ自動的に歩かせる事態に、解説者も苦笑,笑いだった。 えー、大谷は同カード初戦だった28日の初回に先制の39号ソロ、ブルージェイズのマット・チャップマンナイアスが真っ向勝負をしたことに怒りを見せたことが話題となっていた。それ以来、ブルージェイズは大谷に、えー、フォアボールを与えた。米メディア、トーキン・ベースボールが公開したこの日の動画では、1対0の4回、2アウト2塁から大谷が座席に入ると、ベンチでマイクをつけたマイク・トラウトガイアスが、ほら、 大谷を歩かせるよ、と予言。解説のマークグビザ氏が、彼は自動的なフォアボールだ。マットチャップマンのせいだね、と話した。えー、と、ファンの意見も様々。正直なところ、深刻経営に何かルールを設けるべきだと思う。一人の選手を3回も自動的に歩かせるなんて馬鹿げている。こんなこと恥ずかしくないのか、歴史に残るような素晴らしい翔平大谷のシーズンを フォアボールが台無しにしようとしてる。馬鹿げている。と言ったものからチャップマンは野球をよく知っている。チャップマンが実績なブルージェイズの監督だ。チャップマンは大谷が史上最高だと分かっているからね。結局うまくいったと言ったものまでであった。当たり前じゃブルージェイズ、ブルージェイズからした、こんな 大谷がホームランばっか打ったら敬遠するだろう当たり前じゃ <laughs> じゃあ、でも大、大谷、大谷ファンは、大谷ファンの側は、大谷ファンはフォアボールを見る、フォアボール出場する大谷より三振する大谷の方がまだ見たい、見たいわ <laughs> 当たり前じゃ といったことで、えー、といった、えところで、えと、嘘いのせの、えー、インチキニュース、ありがとうございました。